北限の猿。北限の猿は、青森県の下北半島に生息する日本猿、ホンド猿である。人以外の霊長類では、世界で最も北に生息していることから、このように呼ばれている。この北限の猿は、国の天然記念物に指定されている、下北半島の猿及び猿生息北限地。北限の猿は、下北半島の東部に分布する日本猿である。かつては、 下北半島の北西部と南西部の2箇所に分布域があり、それぞれ別の個体群として生息していたが、現在では連続的な分布となり一つの個体群となっている。この地域の日本ルは海岸を彩色状にすることで知られている。海岸に出て岩に張り付いているヨメガカサ等のカサガイ類を剥がして食べるほか、ホンダワラやアマノリなど海藻類を食べる。また、 漂着する大根、キャベツを拾って食うことも観察されている。他地域でも海岸に出る例は知られているが、これほど海産物を食べる例は他にはないようである。森林の食物だけに頼っていては生き延びられないためで、あろう。脇の沢の猿の住む海辺公園では、陶器は杉の葉を餌として与えている。なお、急層パクから仏ヶ浦にかけての区間は、自動車道路が、 海岸沿いを通っておらず、日本ルの生息地の林地が直接海岸に接している。1960年、昭和35年秋、旧下北郡脇の沢村、玄仏市の道の区湾、平立海峡に面した小さな漁村、旧宗白、クソドマリの集落に、日本ルの群れが登場し、下北半島に日本ルが生息していることが広く知られるようになった。 南西部の個体群。その直後より、住民と日本猿軍の微妙な関係が始まっている。畑嵐などを理由として日本猿を駆除、退治しようとする者も,も出た一方、餌付けを行って共存する道を模索した者もいた。1960年代の調査によると、生息域は、下北半島南西部の旧脇の沢村の海岸域及び、下北半島北西部の大間町。 西村、風間浦村の三間域で、6から7群、150から200頭程度であったと、される。1970年、昭和45年11月11日に、下北半島の猿と、その生息域が、国の天然記念物として指定される。これに伴い、旧宗泊の北方、海先に、餌付け場が作られ、観光資源化も模索された。 この当時の日本猿の個体数は北西部個体群で3群100から135個体、南西部個体群で4群1三3頭である。しかし、出現する猿の数は年を追って増加した。これは、把握されていた猿が繁殖したことによる増加とは、限らず、新たな群れが山から降りてきて合流したものも含まれていると考えられている。増加の理由は森林伐スチャや 人工造林による林地の猿にとっての生息環境の悪化、餌付けや農作物荒しなどによる食生活の改善、暖冬による死亡率、特に幼児死亡率の低下、天然記念物としての保護など複合的なものと考えられている。特に森林伐採は深刻であり、1980年代中期には全森林面積の80%に人の手が加わり種として、 次の単純林化が図られていることか、猿の食料を供給する紅葉樹林が激減したことの影響は大きかった。1982年、昭和57年には大規模な捕獲作戦が行われ、当時脇の沢村駅で把握されていた日本猿のうちに3程度にあたる82頭が捕獲された。その群れは野苑公園に収容され、飼育、展示されている。その後も、 被害抑制と保護との間で、幾多のせめぎ合いが続いている。1984年、昭和59年11月1日に、下北半島の西部の4946ヘクタールの地域が国指定、当時国設下北西部長獣保護区、気象長獣生息地に指定される。これには、下北半島の日本猿を保護する目的もある。 その後1988年、昭和63年での個体数は、北西部個体群で8群、約250頭、南西部個体群で5から6群約100頭である。1991年、平成3年、環境省、当時環境庁のレッドデータブックにて、下北半島の日本猿個体群が、絶滅の恐れのある、地域個体群に評価される。 1998年、平成10年の海底版レッドデータブックでも、名称を下北半島のホンドザルと変更した上で、絶滅の恐れのある地域個体群に評価されている。なお、1996年、平成8年での個体数は、北西部個体群で8から10群約400頭、南西部個体群で6群180頭である。2001年、 平成13年時点で把握されている日本ザルは22から23群、戦闘前後となっている。また、日本ザルが出現するエリアも、ムツシ星の下北半島全域に拡大しつつある。ただしこれも基地の個体群が移動しているとは限らず、山から降りてくる群れが続出しているという可能性も、ある。2007年、平成19年8月3日に、環境省は、 最新のレッドリストを公表したが、下北半島の日本猿は個体数の増加を理由にランク外とされた。北限の猿が多く生息するむつしわきの沢では猿が畑の植物を食い荒らすといった食害が頻発している。中には民家に侵入して食べ物を盗む猿も現れている。有害鳥獣として駆除しようにも天然記念物に指定されており、 毎年の駆除数は決められているため、あまり実行は上がっていない。食害対策として、畑にネットや電気ネットを貼るといったことが行われているが、網の整備が追いつかず、破れ目から侵入する知恵を使ってうまく、網を乗り越えてしまう、といったことから、解決には至っていない。当初出現地の急創泊などは、海岸沿いの漁村であり農業は、主産業ではなかったが、 その後内陸部の農業地帯での人間との遭遇が増えたことから、より事態は深刻になっている。むつ市脇の沢地区の二十歳付近に行くと必ずと言って、いいほど猿に遭遇するが、猿をもっと近くで見たいという人には、猿山公園がある。野生の猿に遭遇した場合、食べ物を持っていると猿が判断したら襲いかかってくることなどはごく普通にあり。 また群れの外縁にいる防衛隊の若い猿などは、過剰な防衛的攻撃をする場合もあるため、不用意に近づくのは危険である。引っかかれたり噛みつかれたりすることは、珍しくない。農作物への食害により有害鳥獣に指定されたことのほか、元々の生息環境である自然林、ヒバブナバヤシが人工林となり、生息環境の悪化、外来種である台湾ワンとの交雑などにより、 個体の減少が懸念されていたが、2007年現在では個体数は増加している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。